えー、今回はですねまあ牧師者になられる方のまあ目標ですねまあ自分が定めた目標数ですねまあ一応66名としておきます、えーとまあ、前回24名っていうのはまあどうかなっていうことで動画を上げたんですけどもまあ24名は、まあ、もう確実であるというのが大体は分かりましたということでもうここまで来ましたらですねもう今日本から出る、まあ、選別者全員をですねまあ牧師者にしたいっていうことですね まあそう考えるとまあどうでしょうか目標的に66名をボクシャンとして、まあ、日本から出したいという思いがありますですからあのー、まあこれはもう完全に目標なんですけどもでも意外とこれいけるんじゃないかなって最近思うようになりましたでまあ5つのことをですね、まあ、実践してくださいということを何回も言ってますけどもまあこれね意外と 馬鹿、まあ、げたおとぎ話と笑ってる人の中にも実はですねいやもしかしたらということでやってくださってる方がね結構いるんじゃないかなっていう気が最近してますですからこの66名のの牧者が出るるるっってていいうのは意外ととねありんんじゃないかと思ってるんですねですからもうまあ大きな苦難がもうまあほとんどですねもういつ数日前に入ってもおかしくない状況なんですけどもでもまあこの中でもやっぱりね目標として牧者を66名出したい。 いいう願いがあります。でまあ、自分のこの動画の場合はいつもですね、まあ、選別者というよりも、まあ、牧者に向かって言ってるような感じだったんでこのまあ66名というのは、うん、やっぱり最終的に行きたいなと思ってます。でもうそれぐらいの勢いで、まあ、今後もですね頑張って動画の方を上げていきたいと思ってます。まあ、とにかく5つのことをあの実践してください。そして牧者になることを、まあ、熱烈にですねプレイヤーとして あのー、希望していただければと思ってますね。うん、いけるんじゃないかなって気がしてます。まあ、今回は以上です。ありがとうございました。